こんにちは、吉田さん。その感情をコントロールする話ってね、私もずいぶん前に聞いていて、まあそうだなと思うわけなんですよ。ムカッときてもね、感情を抑制してですね、ある程度のとこまでしかやらなかったりするんですよ。仕返しをしなかったりね。で、できた人になると、よそからいただいたネガティブな感情からすぐ離れて気持ちを切り替えていくってことでね、そのネガティブに引っ張られないようにしてますよね。本当に素晴らしいなと思いますね、そういうのがね。あとね、なんかね、自分の機嫌を直すのは自分が一番よくできるっていう話もあって、要するに、ね、ふてくされた行動を通ってる人っていうのは誰かにケアしてもらって、なんかね、誰かに機嫌を直してほしいっていう甘えの表れなんですよね。まあ、だから会社に勤めてるとよく思うんですけども、何か不都合が起きたら、なんか上司のせいとかね、部下のせいとか、会社の体制が悪いとか言って、まあ、そういったところに自分の内側に起きた感情を外に向けて何とかしてくれよみたいな感じになるんですけども、一人でやってるとね、どんなに焦っていても、どんなに納期が近づいていても、どんなにまあ慌ただしくってもね、自分で修正するしかないんで、自分の機嫌を自分で直すことに随分ね長けていくんじゃないかなと思うんですよね。吉田さんがね、去年の今頃だったかな、なんかあると思います、100万円貸して絶対返すからって感じで返したら帰ってこなくなってドローンされちゃうみたいなね。それはその人に対する怒りもあったでしょ。何やってくれてるんねん、こっちはこっちの支払いがあるんだみたいなことあったと思いますけども、いやでもやべえぞ、いくらそのいなくなって100万円ねばくれた人に怒りの感情を持とうが問題解決しねえぞと、じゃあ100万円作りに行かないとみたいな感じで気持ちを切り替えて、こっちの通常でしたら100万円返ってきたら、100万円がまともに返ってきてたら、やらなかったビジネス、要するに生まれなかったマーケットっていうのをこっちで作り出したわけですよね。まさに感情と行動っていうのは切り分けて、もういろいろと感情ね、あるんだけども、目の前に迫った支払いのためにこっち作んなきゃいけないとかね。南の帝王っていう映画によくあるのは、当てにしてた入金がなかったんで今日は払われへんのですわみたいな感じね。そんな感じで困りまんなとか言われるね。そんな感じのやり取りが結構あると思いますけども、まあ結局そうですよね。戻ってこなかったお金とか、当てにしてた入金がないってことをいくら嘆いても、お金が生まれるわけでも何でもないんで、気持ち切り替えてね、じゃあビジネスやっていかないと、とりあえず間に合うようにお金作んないとっていうふうに切り替えていけるのが私たちなのかなと思うんですよね。で、給料をもらっちゃうと、例えばこれもね、南の帝王の中にあるんですけども、社長がなかなかね利益を作れなくって、給料日に従業員に給料が払えないことってあるんですよ。そうすると従業員は、社長頼ますわ、うちにも生活があるんや、ローンの支払いどないしてくれるんや、せめて給料の半分でも払ってくれませんかみたいな感じでね、従業員が社長に詰め寄って、まあまあもうちょっとしたらでかい入金の話があるけ、そしたら色つけて返したるかなみたいな感じで滞納した給料をね、ちょっとまださらに待ってもらうみたいなやり取りあったりするんですけども、給料をもらう立場っていうのは、毎月25日になったら決まった金額が入るっていうふうに思ってるんで、それが入んないと打つ手がなくなっちゃうんですよ。まあビジネスをするってことは、当てにしていたお金が入んない時に、こっちのルートで自分の目標としていた金額を再構築しようっていう考え方ですからね。日々それに直面するわけですから、やっぱりね、思考やコントロールって強くなるだろうなと思いますよね。で、まさに今はそういう危機感を持たないといけない時代ですし、まあ感染症が今年流行りましたけども、本当にね、たくさんの方がお困りになっていたらいらっしゃると思います。それはそれでね、非常に大変なことだと思うんですよ。でもビジネスをやっててよかったなっていうのは、じゃあその状況だったらどうしようかなってことでポンと乗り換えることができるんですよね。思考がいつもそれなんですよ。お金が入ってこない、売り上げがない、お客さんが目の前からいなくなっちゃった、でも人類がいなくなってるわけではないですし、消費活動が消えたわけじゃないんで、じゃあどっかにマーケットあるよね、こっちか、あ、人がいた、たくさんのニーズがある、じゃあここでビジネスしようみたいな感じでね、結局目標金額はどっかで作っちゃうんですよね。で、そういうふうに感情とかコントロールできたり、自分のマーケットをね、どん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 入れ替えてコントロールできたりすることっていうのが情報ビジネスのいいところだなと思います。そして情報ビジネスを最も最短で成功させるためには YouTube っていうことなんでしょうね。 YouTube をやっていきましょうということに落ち着きました。では、いってらっしゃい。